甘いのもいいと思うけれど苦いのも嫌いじゃない。そんな私のことをわがままだというの、バカだとかアホらしいとか言いたいだけ言えばいいわ。人の価値観なんて私は知らないの。あんたのひらから落ちていった紫色の花みたいにくるくるって踊るようなどちらが勝つの？超絶から見せてよ。本当はここは星が歩くすぎ。嬉しいとか気持ちいいとか所詮それは自己満足。そういうのって流捨てちゃっていいんじゃないって思わせて。もうぶっ飛んじゃったいでしょ。言いたいどこに不満があるの。